道議会新庁舎の控え室への喫煙所設置を検討している自民党道民会議が所属道議53人にアンケートをしたところ、設置を求める道議が6割を占めました。佐々木俊夫会長はアンケートを踏まえた結論を明日の会合で得たいという意向を明らかにしました。一方、反対派は数を判断するためのアンケートではないとして改めて多数決を取るべきとしています。設置の方が多いとなった場合、道民理解は得られると思いますか？全然得られないと思いますよ。答えは一つだと思いますけれど、ただ全体で決まればそれはそれで従うしかないかなと。